はい、どうもジョジョ TV でーす。本日はですね、一番くじのワンピースのフィギュアについて、まあ、紹介していきたいと思います。左側に見えるの、こちらのフィギュアね。はい、こちらは、確か2018年の2月24日に発売されたフィギュアなんですけれども、当時これが発売された時めちゃめちゃ衝撃的でしたよね。作りがすごい良くて、かっこいいっていうね。よーくね、近くで見てみると、実はこれね、リペイントされてるんですよ。これリペイント品、僕以前購入してまだ一度も開封してなくて、今日はせっかくなんでリペイント品開封して皆さんとこの感動を分かち合いたいなと思って開けようと思っております。で、そしてこちら隣にあるのが2020年の7月4日に発売されたバウンドマンで、こちらの多分再販になるのかな。せっかくね、リペイント品紹介するんだったら、今回のこのフィギュアも開封して、果たして造形が同じなのか見比べてもいいのかなと思って、はい、本日動画を回しております。多分造形は一緒でしょう。ただやっぱり注目してほしいのはこちらのリペイントね。こちらのリペイントが果たしてどんな風になっているか。これよく見たらね、こっち金額載ってるね。何これ、うわ、リペイントした方がね、これブックオフで購入したんですね。当時7950円だったんだ、これ。へぇ、結構お高いね。今多分これ3000、4000ぐらいで買えるんじゃないですかね、これ。果たしてどんな感じで違うのかと、あと、まあ、リペイントを見ていただきたいっていう動画になりますね。はい、じゃあ、開封して、早速見ていきたいと思います。では、アングル切り替え、レッツゴー。まあね、2体同時に並べたら、こんな感じですね。造形自体は一緒だよね。顔はこんな感じで、もう一個の顔もこんな感じで一緒だね。ね、一緒な感じで。いや、でもどうですか、両方見てね。えやっぱリペイント品良くないですか。これだからリペイントやめられないんだよね。ねえ、これどうですか、やっぱ違います、見てて。やっぱ違うでしょう、これ。いや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 、ちょっとね、これはすごいべ、リペイント品。これ下の煙もね、全然違うよね。うん、この手がまたリアルでね、いいんですよね。もう少しぐるぐる回転して見ていきたいと思います。
い、ぐるぐるね回転して近くで見てもらいましたけれども、いかがだったでしょうか。はい、こちらね、間違いないね、造形自体がもうすごい迫力があって躍動感があって、今回これ間違いないんじゃないでしょうか。そしてね、こちらリペイント品、造形がいいんでもうリペイントも映える映える。これはどうでしたか、違い何かありました。やっぱリペイント品いいですよね。このリペイント前もいいけど、やっぱリペイント品はやばいな。今回はね、こちら2018年に発売した、まあ、一番くじのワンピースと、こちら今年7月に発売したワンピースの一番くじの、まあ、見比べみたいな感じだね。まあ、造形自体はもう一緒だね。うん、ほぼほぼ変わらない、一緒です。あ、まあ、もちろんこれパンチは違うね、同じ B 賞だけど、こっち側は前回の、あの A 賞と同じタイプになりますね。まあ、ただこのリペイント品を合わせたかったんで、大体造形は一緒です。はい、再販といっても過言ではないね。こちらの再販なのかな、こちらが。はい、ということで今回はまあこちらワンピースの一番くじのフィギュアの紹介でした。いやー、背景があるとなんか違うね、なんか YouTuber っぽいですよね。なんかいい、この照明もあって、あ、なんか今俺撮影してるんだなっていう風に、感じました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。以上、ジョジョ TV でした。ありがとう、バイバーイ。 I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.